皆さんこんにちは、ケンです。今日はタイトルである通り、私のクロスバイク、ジャイアントのクロスターをバイクパッキング仕様にカスタムしようと思います。はい、で近年バイクパッキング仕様っていうと、大きめのサドルバッグをつけたり、フロントに、要はハンドルの前にバッグをつけたり、あとはフレームバッグですね、をつけたりと、まあ、そういったものが流行ってると思うんですけど、まあ、今持っているクロスバイクっていうのはフォークもフレームも全てアルミで、かつホイールも結構頑丈なものがついていたので、だったら、まあ、後ろにですね、荷台を取り付けて、パニアバッグを取り付けて、もっと、まあ、大容量を運べるような仕様にしようと思っております。で今回悩みに悩んで買ったパニアバッグなんですけど、こちらです。じゃあ、オルトリーブの、防水のパニアバッグになります。まあ、いろんなメーカー見てたんですけど、やはりこれから長く使いたいなと思ってますし、まあ、いちいちですね、ちょっと雨とか降った時に防水カバーをつけたりっていうのは煩わしいので、この防水仕様の、まあ、有名なオルトリーブの、パニアバッグを購入しました。じゃあ開けていきたいと思います。はい、今開封してみました。デザインは白で、まあ、ここにオルトリーブのロゴが大きく入ってるものを買いました。でサイドにはなんか反射板ですね、これは反射板がついてます。で後ろはこんな感じですね。おそらくこことここの3点を荷台に取り付けるような形で、これは取り外しの時に持ったりとかするやつだと思います。はい、中には、こういった仕切りだったりメッシュの小物入れがついてます。こうやってロールしてくるくるくるって荷物の容量分だけして、ここ後ろでこうやってパチンと止めてっていうような感じですね。これ多分ベルト、こういう風に取り付けてこうやってバッグみたいな感じで持ち運べるような形となっています。ちゃんと2個ついてますね。はい、早速なんですけど、これを荷台にちょっと取り付けてみようかと思います。それでは、付属品でこういった部品がついてました。で、この部品が何かっていうと、ここの荷台に取り付けるところのサイズ合わせのための部品ですね。今ジャイアントで言うと何ミリかな、11ですね、11にします。じゃあこの11を取り付けたいと思います。ちなみにちょっと分かったことがあって、これ持ち手かなと思ったんですよ。じゃなくてこれを引っ張ると、見ててくださいね、ここロックの部分、この紐を引っ張るとこういう風にロック解除のための紐でした。ここを引っ張りながら、若干隙間はあるものの、この部品をつける前とは全然違ってガタつきが少なくなりました。まあ、ただそれでもちょっとガタつきがあって走ってる時に音がするかなって感じなんで、私はちょっとホームセンター行って薄めのゴムシートをちょっとここにかますことを、まあ、この荷台にも事前に巻いといてやってやろうかなって、その方がきっと走ってる時に音とか鳴らないと思われます。まあ、とりあえずこんな感じでつけるってことが分かりました。ちょっと荷物を入れてみます。
ましょうかね。布団、敷布団敷いてあります。おお。どうですか、ちょっとぽくなりましたね。後ろから見るとこんな感じ。おお。ちょっと何も入ってないとなんか感じが出ないですね。ヘルメット入れてやります。雰囲気出ましたね。いい感じ。例えばこの中に妻と私の分の着替えを入れて2人でそのサイクリング旅行ですねに行ったりとか、あとはまあ私の趣味であるキャンプ道具をまだここの荷台の上にも載せれるもんですから、パニアバッグと荷台、まあ、あとはここのトップチューブバッグとかフロントバッグをつけて、まあ、キャンプに出かけたりとか、自転車でそのキャンプ場まで走ってキャンプをして帰るっていったようなことをしていきたいなと思ってます。ぜひチャンネル登録をして、あのその動画がアップされるのをお待ちくださいませ。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。